ムイトーブリガードは日本の競争馬。主なカチクラは2019年のアルゼンチン共和国売。場名の意味はポルトガル語でどうもありがとう。2014年4月13日、北海道アビラ町のノーザンファームで誕生。育成は後のダービーバレーデオロなどと同じくノーザンファーム空港牧場の A19 社で行われた。育成中から芝向きの軽い走りで、 動きの良さが目立つ一方、気象の前向きさも目立っていた。立党、角田孝一級者に入級。2016年10月30日の新馬戦でデビューし、首差の2着となる。ダートに転じた2戦目の未勝利戦で、初勝利を挙げると、3歳の1年間は出走した8戦のすべてがダート戦であった。当時の状況について、 ノーザンファーム空港牧場で機場育成を手掛けた大木聖治旧社長は、この頃は足元もしっかりとしていなかったのでダートを使っていたと聞いていますと語っている。しかし、前線しながらもダートでは500万下を勝ち上がることはできなかった。4歳になった2018年から芝に再転校する。芝復帰2戦目の500万下を圧勝すると格上挑戦で、 半身対商店に出走して8着となる。その後、高級を挟んで、条件戦を3連勝し、一気にオープン馬となる。迎えたアルゼンチン共和国売では一番人気に押され、上がり3回32秒後の後足で追い込むも、先に抜け出したパフォーマープロミスには届かず2着となった。起乗した4位広文は、力をつけているのは間違いないし、 タイトルに手が届く馬と評した。飛躍が期待された2019年は、年明けの日経新種運杯で6着に敗れ、その後も金社地賞7着、大阪杯8着、メグロ記念5着と上半期は目立った結果を残せなかった。休養を挟み、2年連続の出走となるアルゼンチン共和国売に2番人気で出走。金は後方からの競馬が多くなっていたが、 スタートから仕掛けて3番手を確保し、直線で空いた内をついて抜け出して、後続を完封。7度目の挑戦で重傷発制覇となった。また、安状の横山のりは、同レース史上最多の通算5勝目となった。角田氏は、完璧に乗ってくれた。まだゲートで遊んだり気正面に、課題はあるが、乗り手が、馬のことを分かってくれていると横山の騎乗を、絶賛した。続く、 第39回ジャパンカップでは、クリストフルメール曰く3着はあるかと思ったが、残り250メートルで疲れてしまったと発着に終わった。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。